相手株式会社の高橋と言います。よろしくお願いします。今日皆さんですね、バイオだったりとか科学だったりとかですごい頭のいいことですごい勢いで世界を変えようとしてる人たちばっかりで、俺ちょっと低いとこ間違えたんじゃねえかなと思うんですけど、よろしくお願いします。お手柔らかにお願いします。で、まあ、アグリっていう形でですね、今日今農業ってもういろんな問題がありますってみんなで言ってます。で、当然人がいないとか補助が、まあ、日本だったら補助がちょっと飛んでるよとか、当然環境も変わってきてますとか、人がいないとか、もうそういう話がいっぱいあって、本当にいろんな方がこれ取り組んでいて、まあ、よく最近よく聞くのは IoT ですね。 IoT でセンサーいっぱいあちこちに置いてなんとか情報を集めましょうと。で、それをじゃあ誰が解析するんだって言ったら AI が頑張ればいいじゃないって言ってる人がいるわけです。で、当然いやここにいる皆さんたちですよね。バイオっていう形で、生物なので、その生物の力を使ってそもそもの農業作物を解決しましょう、変えましょうと。で、環境もそこで対応していきましょうという人がいます。で、その一方でですね、食べる人、買う人と作る人をちゃんとつなぎましょうねっていう形だったりとか、そこにかかる流通コストをもっと減らしましょうってサービスですよねっていう形で、食べ直とかいろいろな形で作られている方がいると。で、我々はその中にロボットっていう形でこの問題に立ち向かっていきたいというふうに考えています。で、ロボットって言われるとですね、下町ロケットとかですよね、最近だとありました。大規模な農業とかですね、お米の周りでトラクターを自動で走らせるぞ、結構いろんなあちこちでやられてます。で、その一方でよく聞くのがドローンですね。ドローンを使って薬剤を散布するとすごく楽だと。で、この2つは先ほど農政省のお話さんもありましたけども、比較的かなり実用化が進んでいます。もう開発の段階というよりはもう農家さんが使ってみるところに来ているというところに来ています。で、僕たちはじゃあ次のステップとして何が求められるかというと、小型の農業用ロボットっていうところの期待が高まっています。そんなわけで僕らがどんなロボットを作ってるかですね。こんなのを作ってます。だいたい1メーターぐらいの長さと横幅80センチでこっちでかい方で、ざっくり言うと大きなアマゾンの段ボールぐらいですねのサイズのロボットを作ってます。で、これでだいたい100キロぐらい物が運べて、こんな形で、ハウスの中ですねを自動走行できますよという機能が一応収まってます。で、だいたい稼働時間が10時間なんで、まあ、これさっきのが屋内版で、こっちがお外用ですね。もうちょっと荒れた土地、今これ田んぼの中ちょっと突っ込ませてもらってますけど、田んぼの中も走れるような車両を作っているというような段階です。で、これじゃあどう使うの。まずまずは人の後ろを重いものを運んでくれるので、農家さんが何も持たなくていいですよ。ツールも収穫したものもゴミもそれを運んでくれるロボットがいると、当然おじいちゃんおばあちゃんが重いものを持ち上げるの大変な人でも働けると。で、これはキャベツ畑、すみません、白菜畑ですね。白菜って実は業務用のやつって1玉4キロとかするんですよ。1個です。1個4キロの白菜が普通に作られてます。で、これを一生懸命収穫していて、で、何が問題かっていうと、その収穫した白菜を運ぶためだけに重機持ってきて、その重機を運転する人、重機のスピードに合わせると一晩2人いないと仕事の効率が悪いって言って、人が集まらないと仕事ができないんですよ。でも、例えばロボットがその後ろを歩いてついてきてくれるだけ、そうすると1人でも収穫ができますよ。で、そういう形でちょっとしたサポートがあるだけで農業全然変わるんです。これちょっと農家さんビビるんですね。ロボット慣れてないんで、こいつ困ったよなっていうね、一回確かめてからやるとこの辺またこれから頑張って開発しなきゃいけないところなんですけど、今こんな形で農家さんと一緒に、実用化に向けて実証実験を進めながらいるところです。で、僕たちですね、研究開発用途として一応ロボットの販売を始めています。今僕らが手作りで作っているので基準価格300万円ちょっと高いんですけど、で、あとはその実際に茨城県の方で生産者と一緒に実証実験を進めながら使えるものを作っていこうと。で、ここでですね、皆さん農業用ロボットって聞くとですね、ドカーンって大きな市場があって、いろんな人がこの市場をむさぼり合ってるように見えるかもしれないですけど、ちょっと表現悪いですね、すみません。実際はですね、全然違うんですよ。作ってる場所が全然違って、作ってるものが違って、作ってる人が違って、やり方が違って、作業がめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。で、こんだけこうあるんで、よくよく考えるとすごいちっちゃな市場がめちゃめちゃいっぱい集まって農業用ロボットです。これを要は工業的に見ると、それぞれの市場がちっちゃすぎちゃって、それを全部個別に開発しましょうとか一社で全部やりましょうっていうと、とても市場性合わないんですよ。だから農業ロボットって難しいんです。で、僕らはじゃあどうしようかっていうと、モジュール分散共同型農業支援ロボットシステムって長いんですけど、こういうのを提供してます。何するかっていうと、ロボットっていうものをそれぞれの機能ごとのツールを組み合わせてロボットにしましょう。で、例えばさっきの四輪ロボットですね、こんな形でブルドーザーみたいなブレードをつけてあげる、
これ想定が、鶏小屋です。さっきこれから鶏小屋なくなるんじゃないかと思ってました。まだしばらくある。鶏小屋ってですね、鶏育てた後に5カ月の上で育てるんです。その操縦数です。で農家さん、これを密閉された空間で排気ガスを吸いながら重機使って片付けるんですよ。でもそういうことをするとやっぱ体に良くないので、じゃあそれにブレードをつけたロボットを取り付けてあげる。さっきと同じロボットです。それだけでこうやっていろんなツールに使える。そうすると農業ロボットが使える市場が広がるわけです。で、まあ、そんな形で僕らはこういうのを目指しています。でまとめるとですね、何ができるか。機能の追加更新が、変更ができます。一回買ったロボットに新しい機能をつけましょう。もしくはその使っている機能を違う機能として付け替えましょうということができます。でもう一つ、ロボットの段階的な導入です。最初は重いものを運んでくれるだけでロボットと思います。で必要になったところからツールを買い替えて加えていくということができます。初期費用を抑えられるわけですね。で運用と更新が楽です。当然ロボットなんて壊れますし、まだまだみんなが頑張って開発するともっと良くなるんです。でその良くなった時に良くなったところだけを交換する、壊れたところだけを交換するということができる。で最後、ここ超重要です。農業用ロボットの分散開発ができます。いろんな企業が日本中にいます。その企業同士がそれぞれの得意な分野を使って得意な場所を作る。それを最後みんなでくっつけてロボットっていう形で運用しましょうっていうのを提案しています。で今まで僕らは共同研究とか受託開発ベースで走ってきました。でこれからですね、僕らは新規モジュールという形で、じゃあ実際に使えるモジュール、機能を追加するための構造を考えていきます。でもう一個はですね、農業ロボットのレンタル事業を始めます。やっぱり生産者にお金を使っかけてもらって、使ってもらってフィードバックを得る、そういった形でまずは農業ロボットを現場に入れていきたいなと考えています。で当然それを普及していくことを目指しています。で当然普及ってなるとですね、いろんな機能が必要なので、僕ら一緒じゃどうしようもありません。なので僕らは今仲間というかですね、お金をくださいというより一緒に農業ロボットの産業を確かめませんかって言います。なので僕らの目標は僕らがでかくなることじゃないんです。農業用ロボットっていう産業を作りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。